ということで、無傷の日本放送アナウンサー吉田ひさのりがお送りしているミューコミプラス、毎週木曜日は声優さんをお迎えしている声優プラスですが、今夜のゲストはこの方です。こんばんは、内田真彩です。よろしくお願いします。どうもミューコミプラスには初登場、初登場ですということで、はい、どうもご来場ありがとうございます。はい、お邪魔します。もういつも30の人が学ラン来てやってるんですよ、この放送。本当ですか？嘘です。今のは軽く嘘です。いろいろな、大丈夫ですか？事故ってないですか？事故ってないです。全然そういうことではないんですけど、なんかもう本当にね、はい、こう言っちゃなんですけど、はい、内田さんって、初めて会った時から、美人なのに性格が美人の性格してないんだって勝手に思ってるんですけど、何それ、どういうこと？すごい、これ今の A とかじゃないですか、黙ってると、はい、それこそ、こう秋葉レンジャーの時とか白衣のお姉さんとかやってたじゃないですか。やってましたね。すごいクールビューティー系に見え、まあ、見えるって言っちゃいけないの。言い方としてそのままの情報でいてほしかった、そのままの情報でいてほしかった。もう長い黒髪がよくお似合いでという人でいたかった。はい、いたかったな。いたかったんですか？ええ、でも今日も一番初め、はい、この格好をしてる僕がいるスタジオに入ってくるときに、はい、大勢がはーはーでしたよね。だって何が起こったのかと思ったんですもん。そうですね。でも何ですか、そこでいろんなおしとやかなリアクションとかもあり得るわけですよ。そうですよね。あったんですけど、はい、楽しげなリアクションばかりが返ってくるんですけど。そうですわ。何ですか、ですわって。そのタイミング一番初めに使えば間違ってないのに、ね、今使うと面白になっちゃいますよ。気をつけます。いいです、全然面白いでも。はい。ね、まあ、声優さんって普通はね、はい、こう、アニメのこう声を当てる方が、うんうんうん、ほとんど、アニメの声を当てることをメインにされてる方がほとんどで、うんうんうん、まあ、最近こう歌手活動とかで顔出してる方いっぱいいますけど、ドラマとかもいっぱい出てるって結構珍しいですよね。ああ、やらせていただいてますね。ね、さっきもちょっと言いましたけど、その秋葉レンジャーっていう作品も出てましたし、はい、あとなんかピラメキーノとか出てます？あ、朝の。朝の。だからもう子供たちの前で。そうなんです。ね、いろいろ応援をしております。いろいろな、例えば、お漏らしをしちゃった君とか。うん、いきなり、ふっといきなりそれが、普通に、例えばですけど、何をこう思い出そうとした時に一番最初に出てきた。まあまあまあ、嘘ではないですからね、作品として、ね。まあいろいろ出てますね。あとはなんだっけ、最近、飯花デカ、はい、とかも出てたんですよね。はい、婦人警官役で出てました。出てたんですよね。はい、なんですか、それってもともと、内田さんっていうのは声優さんになろうと思って、なんか活動してたらいつの間にかそういう顔出しのお仕事もあるし、もしくは、それとも、顔出しもやりたかったけども、声優さんもメインでやり始めてるのか、どっちの感じなんですか？そうですね。どっちかっていうと声優をやりたくて、事務所に入って、気づいたらこうなってたって。気づいたらこうなってた。気づいたらこうなってた。なぜか、マネージャーさんから来る仕事が、顔出しが多い。ああ。でだけなんです。別にまあそれももちろん演技のお仕事だし、そう。嫌いじゃないし。嫌いじゃないし。やってみようと。まあ、いいかなっていう。いやだから多分、それは美人になってることはちゃんと評価されてるんですよ、きっと。本当ですか？だけどこうなんです。褒めた後のこれが。まあそこが味だとも思うんですけど。じゃあそれじゃあいきますよ。はい、このコーナーはもうかなりしょうもないコーナーですが、そこにお付き合いいただきたいと思います。はい、じゃあそれでは行ってみましょう。内田真彩と変態音響監督吉田の、もう私に何を言わせるの？可愛いセリフから絶対に言わないであろう一言まで、リスナーの皆さんがツイッターとメールで送ってきてくれたゲスト声優さんに言ってほしいセリフを、私変態音響監督吉田が演出してお届けする夢のようなコーナーで、今宵もですね、ツイッターという名の闇ノートで契約者たちに呼びかけたところ、無の空間を埋め尽くさんばかりの闇の呪文がたくさん届きました。すごく読んでいますね、大丈夫。なんて言うんでしょう、これ感情入れて読むと今宵もツイッターという名のになっちゃうんで、あ、そうですね。しかもなんでか分かんないけど右手がこう立つんですよ。この瞬間に何だろうな、立ちますね。はい、だけどまあいつも通りです。いつも通りなんですが、です、ね、ただいつも知らないと思いますけど、はい、そういうコーナーだというのはもうリスナーの方は分かっていただいてると思いますので、じゃあいきますよ。はい、こちらはですね、今日、まあ今生放送で来ていただいてるので、はい、12時過ぎて13日になったじゃないですか。そうですね。で今日13日で、あ、そういえば金曜日だなみたいなことを思うと、うん、ちょっとドキッとするじゃないですか。ラジオネームバースデーさんからいただいたこちらなんですけど、はい、こちらをそうですね、ちょっとこういうことが言える人ですから、うん、快活な女子じゃないですか。あ、ですね。バイト先の2個年、あ、自分が、女の子18、男子20歳、で、その先輩と18なのに、はい、先輩にタメ口聞いちゃうタイプの女の子。あ、なるほど、いますね。それはもう場合によってはタメ口聞いてしまいそうなタイプに見えるんですけど。違いますか？あ、そうですね。そうですか。じゃあそんな感じで快活な女の子として、はい、何ですかね、もう結構仲良くなってて付き合ってはいないのに、うん、平気で、はい、こう最後こう投げキスとかできてしまうタイプの人になっていただいてもよろしいでしょうか？わ
コンビニのバックヤードで冷蔵庫に入らないタイプのバイトさんとして、これをやっていただきたいと思います。いいですか？いや、ここ全然細かくないですよ。まあ、バイト中です。バイト中に浮かれていただいて、24時を過ぎてますから、コンビニバイトですから、お互い。今24時を過ぎて、今日の搬入をこれで、はい、先輩と共にこなしていただきたいと思います。はい、では、18歳の快活な少女として、内田真彩さん、どうぞ。ねえ、知ってる？明けて今日は、13日の、月曜日なんだよ。なんて言うんだろう、 20% バカ可愛いバカ可愛い、本当可愛い、褒められてますか私。基本的には褒めてるつもりです、基本的には褒めているつもりでございます、はい、じゃあね、じゃあ次は、こちら行ってみましょうか、はい、こちらはですね、ラジオネーム、ニッシーさんからいただきました。ニッシーさん、今の子よりも、はい、もうちょっと成績良くなってください。今の子多分偏差値47、8だったと思うんですよ。あの返金いかない感じだったと思うんですけど、この子はちょっと頭使うタイプ、だけどすげえ勉強できるってわけでもないんですから、多分あの偏差値でいうと57、8ぐらい、ラジオネームニッシーさん、はい、これなんですけど、授業としては、はい、そうですね、古文だな、古文の授業、古文の授業で、であの午後1です、午後1時間目、はい、で高校1年生、はい、で高校1年生同級生で、であのもうこの2人は、なんですかね、女の子の方がもう明らかに男より成長が早いわけですよ、うんうんうん、ちょっともうお姉さん気分なわけです、うんうんうん、お姉さん気分のちょっともう幼馴染の彼、うんうん、同じクラス、うん、で隣の、家に住んでいる、はい、で今日も一緒に登校してきました、はい、でなんかとりあえずちょっとからかってみようという気持ちも半分あります嘘ではない、好きなのは本当です、好きなのは本当ですが、はい、だからここまでも食ったくないわけですよ、ここまで食ったくないんだけど、ここの部分はそういう風に最後からかっていただきたいと思います。なるほど。さあ、それでは屈託のない、高校1年生のだけどちょっとは知性のある感じで、内田真彩さんに言っていただきましょう。どうぞ。教科書を忘れちゃったから机くっつけて、あ、ちょっと耳貸して大好きだぞいやこれこれすごい、今あと手叩くとさ、今日さ、あの指先の切れた手袋してからポフポフって音しかしないんだけど、あと指先切ったから粉飛ぶんだけど、これこの手袋外していい、もう魔法陣外していい、魔法陣外します今日で、あこれはいい、これはもう俺も大好きっていうのいただきましたね、いや素晴らしい、でそして、ですね、はい、あのまあ、今日こちらのですね、はい、あのセリフは、あの今日来ていただいている中で一番多かったのは、はい、あのそういえば中二病って説明せずにも分かる人もいるか、まあ、要は中学2年生ぐらいで、あのなんですか、現実よりもあのアニメゲーム漫画の世界のようなファンタジー世界の、ことを現実に持ち込んでしまうタイプの人が時々いると、はい、いうのを中二病と言ったりするんですけど、そういう、タイプのですね、女子になっていただきたいと思います。ラジオネーム、こちら鬼丸さんからいただいた、はい、こちらのセリフなんですけど、はい、これを分かりますか？なるほど、あのこれとりあえずあの好きなタイプの、はい、男子と一緒に下校する中学2年生ですよ一緒に下校する中学2年生で、で周りに人がいなくなって、うん、あのなんですか、ちょっとこう角を曲がるとそこから日陰なんですよ、はい、角を回った瞬間に、うん、もう これを言おうと、ずっと一緒に歩いてる間10分ぐらい考えてますからね、理性もあるんですね、理性もあるんです、10分ぐらいは考えてて、でも、うん、その二人きりになった瞬間に発動しちゃうんです。間違ったスイッチが。で、これを言って、あのつまり自分としては一世時代の告白なんだけど、向こうが戸惑っちゃうパターンですね。ああ、なるほど。これ最後までずっと中二病ですか？そうですね。これは初めから最後まで。ずっと。で、いいと思います。じゃあ、それでは初めから最後まで、自分としては一世時代の告白ですから、はい、中二病だけれどもドキドキしますよ。はい、ドキドキしている中二病で、角を曲がって、そうですね。転校してきた彼がそういう人だと認めてしまったんでしょう、あいつは契約者だと、いうふうに思った状態で、内田真彩さんに、はい、何かの間違った内宇宙を爆破させていただきたいと思いますどうぞ。伏せろ、今そこに恋のキューピッドがいたけど、そんなのに頼らなくても私たちは結ばれる運命だと定められているのだ今あの緊張
張なんですか、マジカミだったんですか。マジカミです。いや、いいんです、生放送ですから。生放送ですから、いろんなこの子の気持ちが乗ったんです。乗ったんですよね。そうです、すごいですね。何でも笑顔でごまかそうとできるタイプですね。意外とまたここ、サクサクいきます。そうですか。じゃあちょっと同じ方向ばっかりやりすぎ、同じ方向ばっかり、明るい方向ばっかりやりすぎなので、切ない感じのやつをもう一個いきましょうか。ですね、じゃあこちらいきましょうかね。難しいな。あ、これだ、これいこう。ラジオネーム真昼の夜さんからいただいた、はい、これなんですけど、これはもうそうですね、小さい頃から、はい、なんですかね、割と知り合いだったんですよ。で、知り合いで近くを住んでて、で、こう、なんですか、お父さんお母さん同士が再婚してしまうわけです。で、二、はい、人も仲良かったんです。でも、お父さんお母さん同士もいろいろ苦労してきて、いろいろあって、10年ぐらいちゃんとこう、はい、なんですか、お互いあったんだけども、お互いもうそろそろ老後のことも気になるから結婚しようという話ができました。で、その二人は当然知り合いです。はい、でも、超仲いいです、はい。で、5歳年上のお兄ちゃんが、はい、その人をお兄ちゃんと呼んでいる。うん、呼んでいて、でも、あ、私マジで好きかもって、もうこの時、17歳ぐらいで気づいてるわけですよ。はい、で、17歳ぐらいで気づいてて、はい、で、実は、一回付き合いました。もう全然だっていいじゃんって思って、でも、二人結婚したわけですよ。なので、その時に、はい、もう何かこのままじゃいけない気がするっていうのを、二人っきりで、はい、こう、なんですか、お兄ちゃん結構背高いんですよ。あ、お兄ちゃん。15センチぐらい背高いお兄ちゃんのことを、はい、内田さん155ぐらいのイメージですね。あ、そうですね。170を超えてるお兄ちゃんに向けて、ちょっとこう、なんですか、胸に手を当てながら上を見上げてこれです。なるほど。っていう感じで上を見上げて、暗がりで今まではこういろいろ言ってよかったんですけどね、もう1回だけしか一線越えてないですけど、これはそもそもいけないんじゃないかって気がする。でも当然血わずかなんて全然いけなくないんですけどっていう状態で、お兄ちゃんに対して目にいっぱい涙をためながらぐらいの感じですね。ためながらぐらいだ。じゃあそれでは、内田さんにドラマチックな人格を演じていただきたいと思います。では内田真彩さん、どうぞ。お兄ちゃんはもうすぐ本当のお兄ちゃんになっちゃうんだね。ありがとう。声にならず、いや今すぐ説明楽みたいにいただいたじゃないですか。はい、で今のところ で,、はい、でその瞬間に二人ちゃんとしてるから、はい、お父さんお母さんの幸せを考えると二、うん、人が付き合ってるなんて知ったら二人とももうすごいショックで、なんかもう悩んでしまうかもしれないと、うん、自分たちが結婚しようと思ったらやめたりするかもしれないと。そんなことはできないので自分たちの方が涙を飲みました。この二人は涙を飲みまして、ラジオネーム黒猫ワトソンさんがいただいたこちらなんですけど、はい、今 の, 同じ彼女が最後こうなんですか、家の中でなんかまたこうなんですか、お兄ちゃんと二人っきりでばったり会って、はい、またうってなるんだけど、おい大丈夫かって言われた時に涙をこらえて笑顔でこれを、自宅のリビングです。自宅のリビングです。よろしいでしょうか。なぜ2回行ったんだろう、シチュエーションこれ。それでは、重要だからね。そうね。そうです。まだこれは、全然なんかそう悪いことがないんだけど、まだ当然お互い好きだからこそ別れて、よく何度も会ってるけど、なんともないふりを両親の前でし続けていて、でも2人っきりになってしまったので、思わず出てきそうになるけど頑張る。時にこのセリフで。よろしいでしょうか。はい。じゃあそれでは、黒猫ワトソンさんにいただいたこちらのセリフを、内田真彩さん、自宅のリビングでどうぞ。はい、虫はもう卒業しました。けなげけなげ。いやーもうすいません。どうしたんですか、今の悲しいんですか。悲しみが私に伝わってきて、もうこういうことを言ってる時に、なんですか、内田さんが意外に受け止めきれている感じ、受け止めきれている感じがまたいいですよね。そうなんだよね。これラジオネーム詩人で、あと2つなんですって。しじみ大好きさんからいただいたやつ、こちらこれいこうかな。これなんですけど、はい、今のだと、はい、今までいろんなことやっていただいてますけど、その中二病的な、ことが発動したしちゃっている女子なんですけど、はい、中二病を途中で何ですか、こう頭のところとかポンってされる、チョップされる、チョップされてそこで、そこの何ですか、中二病モードが解ける、される時のやつがこれで、そうです、その後でこの後はここはもう溶けてるわけです。溶けている。ここのところは何ですか、ここのところはもう本気なわけですよ。本気で相手に対して何か注文がある時に行って、うんうんうん、それ言ってる時に言われて冷静になるっていうやつをやっていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう今ちょっと重かったんで、ここコメディで、コメディ一ついきたいと思います。じゃあそれでは、内田さん、今度は中二病の人が途中でふつっと、素に戻る瞬間をどうぞ。いざ尋常に立った。不意打ちは愛嬌だよ。
すみません、あのとっても愛せる人格なんですけど、ちょっとなんて言うんだろうな、テンション高いっていうのと、あと、ね、殴ってる人が今武器を使っていた。あの強すぎる。あの頭手ぐらいですから、手ぐらいですから、ね、お玉ぐらいのイメージ。お玉ぐらいですね。ていうかね、生身のチョップで十分です。チョップで十分ですか。今の相当なんかすごい豪華なんかでギャンやられた。下手すると金属バットでしたから今。あのできましたらもうちょっと弱めの獲物で、もうちょっと、あの徹底でいきましょう。もうちょっとなんかこれまだノーカウントで、ノーカウントでこれノーカウントでいきましょう。じゃあそれでは内田真弥さん、もう一度弱めの武器で軽めに、はい、でしかも、ま、割とあのその二人は仲いいですから、いい慣れ合っていただきたい、慣れ合っていただきたいです。ではそれでは今度は慣れ合いでどうぞ。いざ鎮座に。不意打ちは卑怯だよ。これです。ありがとうございます。すごい。ラスイチですか。ラスイチ、これどうする。もうマジな方かベタベタの方かどっちかなんですよ今。あもう両方行く、両方行く。それともマジな方とベタベタ、それは無理だな。ベタベタ、はい、わかりました。じゃあすいません、ベタベタなのが来ましたんで、ラジオネームこちらのトルティさんからいただいたやつが、もう今週みんなこの話しかしてなかったじゃないですか。怖そう。なので、あのすいません、ですね、あのあまりこう長いないタイプかもしれませんけども、イメージ的にはもうお色気ムンムンのお姉さんですよ。ムンムンのお姉さん、ムンムンのお姉さんがこうなんですか、自分よりこう完全の年下、26ぐらいの、6ぐらいの、はい、お姉さんが、うんうん、こうなんですか、近くの高校生をからかう感じ。あーエロい。そう、そういうやつ、そういうエロいやつで、こうやって近くの高校生の肩を持って、うん、ちょっと膝とか座ってるところに乗っけるのぐらいの感じで、耳元でこれを言っていただいて、こういう時に初めてこれは使えると思うんです。この言葉はこう使うべきだと思うんです僕は。あの使い方ではないと思うんです。そうなんだ。そうです、こちらが正しい使い方だと思いますんで、じゃあすいません、正しいクリステルとして、お願いしたいと思います。じゃあそれでは正しいクリステルの内田真弥さん、お色気ムンムンのお姉さんとしてどうぞ。今日は私がおもてなししてあげる。ここに、ここで今ここにオリンピックが、今招致決定。本当に合ってますか。合ってます。合ってる。